さて、当分暇だから何十冊かの本を取っておこう。ここに選ばれてから他のエデンへの介入は禁止だから本当にやることがない。特定のエデンへの肩入れとみなされるから助言もできないし。この部屋の中はその部屋の住人にしか立ち入れない不可侵領域。だから私の唯一にを許せる場所。だからこの部屋は結構お気に入り。さて、変装ときますかね。はぁ、疲れた。癒しが欲しい。私はユナ、本当の種族は擬態族、エンニアエデン出身のドッペルゲンガーという魔物。普段はいろんな種族に擬態して身分を隠して生活している。それが功を成してオラの究極系に選ばれた。嘘に嘘を重ねて現在は自分の本来の姿すらも偽っていろんな設定を作ってきた。時には動物、時には鬼、時には天使、時には怪物。その都度キャラ設定を作ってそれを信じ演じるのが当たり前になってきた。そのキャラがまるで自分のもう一つの人格のように記憶や知能、癖や動作すらも作り上げ、偽る。それが私の最大の嘘。はい、どなた。ユナちゃん、教えてほしいことあるの。同期のミヤカ、確か変化の究極系。私も変化には自信あるけど、到底私よりすごいとは思えないんだけどな。どうしたの？お金が足りなくなったんだけど、どうやってお金受け取れるかな。話聞いてなかったのか。神様が各自の部屋に専用の金庫があって、そこに自動的に定期的に振り込まれているから自由に取っていいって言ってたでしょうに。私も知らないの。ごめんなさいね。うん、邪魔しちゃってごめんね。当分は雑草食べてるよ。草食べてたら体内の毛玉吐き出せるから結果オーライね。あれ、それできるの猫だっけ。あのタヌキ本当に騙されやすいな。獣族は直感と本能が強いって聞くけど、嘘なのかな。そもそもなんで擬態するようになったか。それは私自身この姿で人前に出るのが嫌だからだ。歳は19歳、なのに身長が140という超小柄。その上自分でも認める童顔。ショックなのが、同期の理由と身長や見た目の幼さが一切変わらないということ。私の同期にはこんな幼い子もいるのか。ミガドルエデン屈指のエリート集団とは聞いてたから意外。どいつもこいつも大したことないね。私が成長したらここの連中全員まとめて破壊してやるのに。さすが消滅の究極系。誰事か真実かは置いといて度胸はあるわね。リルは常駐契約で現実世界で生活している。そう、ミール様の意向であの子は才能の塊なんだけど、一切技術や制御ができない子だから帝国側で教育させているらしいわ。まだリルは10歳だし、壊すに関してはネルで十分役が足りてるし、長い目で見てあげないとね。あれでまだ10歳だと。あ、嫌なこと思い出した。私はお姉さんなのに気分悪いし、ちょっと外で息抜きしよう。あら偶然、あなたもここに来ていたのね、ユナ。ワルプルギス、同じ魔物族から見たら私と彼女は奴隷と神の格差はある。私にとって高値の存在。お金を取りに来たんだ。冒険家だからね、趣味に使える資金があって助かるね。冒険、いいわね。せいぜい勇者一行と鉢合わせてやられないようにしてくださいね。あなたはやられる側なんですから。私は鬼だからな、勇者というより鬼退治を目論む連中に気をつけるさ。鎌かけてみたけどやっぱりする。匂いがどこか魔物臭い。ほんのり鼻につくような違和感だけど。それでは私もお金を取りに来ただけなので、ごきげんよう。鎌かけても無駄だよ。別にこの姿や地位にこだわりはないから、鬼族じゃないとわかったら別の種族でも魔族でもいくらでもほら吹くだけ。嘘つきは大事な真実が隠せれれば、あとは無限に広がる嘘を展開するだけでいい。真実を見つけるよりもよっぽど簡単だよ。ほらほら、何度でもやってあげるよーん。そんな顔してられるのも今のうちだから。ボードゲームは技術、あらゆる戦略技術を駆使してそのドヤ顔潰す。バカだね。ボードゲームは頭脳だよ。所詮二番戦時の戦略なんてオリジナリティマックスのセラタン戦術には届かないのさ。さっさと動かして、次はギャフンって言わせてやるから。機械ならいくらでも聞かせてあげるけど、ギャフンギャフン。ムフィー。英知の究極系のセラと技術の究極系のセル、あの二人も暇だからここで時間を潰してるのか。確かあの二人は同じ年だったわね。やっぱり同じエリートだし気が合うのかな。他の分野なら絶対に負けないのに。IQ が高いだけの不器用ね。スーパーメイドのセラちゃんに勝てると思ってるなんて哀れ哀れ。言ってるー。あまりにも実力差が厚すぎてると相手の凄さが正確に実感できないんだってー。そのまま返すよ。私のメイド技術を見て何も思わないならセラっちが全然ダメってことだから。なら次はダルジ様の館でお掃除対決してみる。私潔癖症だから負けないけど。
潔癖症と技術は別物だって教えてあげるよ。ヘラッチが掃除した後から大量の汚れを取ってやるもんね。いや、ここにいたら判決しろって巻き込まれそうだわ。さっさと抜けよう。本当暇人しかいないな、ここの連中は。あ、しまった、外に出ようとしたけどお金出してないや。めんどくさいけど戻ろう。これこれどうすんの、止まってたら倒しちゃうよ。見えてないようだね、私の柵にはまってるとも知らずに。まさか、ここをこうして、これがこうなった時に、これがこうなるからここから攻め直そうって魂胆かなあ。だあ、そんなことないもん、早とき力。神聖のかけらもないな、どれだけエリートでも中身は都市相応なのか。ありがとうルナ、お金でお金を引き出せたよ。よりにもよって日差しがいい窓辺で話さなくても。よかったわね、私は用事があるから。そうだ、お礼に一緒に日向ぼっこしようよ。日光浴をしたらすごく健康にいいんだよ。私それしたら弱るから、逆効果だから。ルナにも相性の悪い相手いたんだ。確かにあんなの邪気なタイプだと心理戦とか空気を読むとか無理そうだしね。どうしよう、こうも行く先にうるさい同期がいたら絡まれた時面倒くさいじゃん。仕方ない、違うジャンルの本でも読んで気分転換でも。おにゃー、こーんなところに心当たりのない子が一人で危ないですねー。むふー。痛い、知らない子が召喚されていきなりビンタされた。主様よ、熱いうちに頬に当てるのだ。強化でダメージ与えようとしてくんな。しまった、変態だと思って思わずビンタしてしまった。おかしいな、メリアの隠し事を暴いてやろうと思ってホラの究極形を呼んだんだけどな。だから言っているだろう、それは開けてはならないパンドラの箱だと。まあ、開けるなと言われたら開けたくなるのが人というもの。私も興味があるから一緒に茶番に付き合っているのだがな。よりにもよってアルジ様とネル様、最悪だ。ネル様は私をどこか好奇心を持ってる気があるし、正直に押し付けられたくない。誰だね君は、俺、君と契約した覚えないぞ。というか私のアルジ様、こんなバカそうな顔してたか、まさか私を試してるのか。何をおっしゃるのか、以前大量に従属を倒して大量契約した時の一人です。お忘れなられたのですか。おやー、それはありえないはずだがな。お前いい天眼を持っているではないか。主様ごときが一掃できるミガドルエデンの雑魚にそのような目を持つ奴はいない。最低でも構成員幹部クラスだ。それに私には隠しきれんぞ。その凄まじいオーラと存在感。主様がホラを呼んだ以上、お前がホラの究極系由来外の何者でもないんだよ。いや、自分の分までケールに作ってもらってたのかよ。しかも美味しい推理を持っていきやがって。バカで鈍感で状況把握が一昔のパソコンのラグのように遅い主様よ。常に成果は早い者勝ちだ。どうしよう、そもそもホラの究極系を呼んだ時点でどうあがいても言い逃れできない。こんなにも不意に召喚されるものなの。こんなのお風呂入ってる途中だったら裸で召喚されるじゃん。よいしょーん、この子は神聖をどこに忘れてきたのかしら。ほら、いい加減認めろ。そもそもお前に用事があって召喚されたんだ。さっさと役割を果たせ。あの、本当まだ悪いよ。要件は、それより変装したいから少し時間ちょうだい。可能だ、なぜなら私の絶剣でそれをさせる気は一切ないからだ。よぉ、ちょっとかわいそうなんじゃ。主様よ、A 天眼で見てみろ。え、どれどれ。いや、体全体に。あれはあの姿自体が弱点というわけだ。つまり本当に素の姿なんだろう。嘘で塗り固められたものを身にまとってない以上ある意味無防備な状態でここにいるようなものだな。あいつも、ヘブンズハート、この程度の弱点は克服してもらわなければ話にならん。しつけだ、主様よ。大していじめたいだけだろ、このド S。 ふっ、わかってきたではないか。はぁ、終わった。もうこの二人に目をつけられた時点で終わった。はぁ、もう部屋から出たくない。へぇ、その程度の策で私の隠し事を暴けると思ってたのですか。ホラの究極系も大したことないですね。マジか、この人全然私の嘘が通用しない。もうこの人がホラの究極系やればいいじゃん。ご主人は後に二人っきりで私の秘密を教えます。知りたかったのでしたらいくらでも教えてあげましたのに。これが専属神のトップで主様の腹心。いろいろヤバい匂いしかしない。あなたはさっさとミガドルエデンに帰りなさい。アトネルもいましたよね。責任持って連れてきなさい。でなければたとえヘブンズハートといえど拷問も致し方ありません。ホラならせめて拷問で一言も真実を漏らさないように耐えてくださいね。魔族よりも立ち悪い。さて、ご主人、お待たせしてすみません。早速私と二人っきりで私の大事な秘密を一つ一つ確認してもらいましょう。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？
気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。